はい、というわけでどうもマルトラです。今回はファンパレなんですけども、もうすぐハーフアニバーサリーが始まるというわけで、来週の火曜日やったかな、もうすぐなんでね、ちょっと初めての周年イベントを楽しみではあるんですけども、皆さんお忘れではないでしょうか。今回のハーフアニバーサリー、楽しいだけじゃなくてね、号泣することもなかなか多いんですよね。まあ、それ何かっていうと、情報修正の真逆の下方修正なんですわ。半年経たずして下方修正が行われるという悲しいのが、ハーフアニバーサリーでぶち込まれんねんけど、それが、階層のこちら矜持ですね。もう一枚盤石の布陣もあんねんけど、その盤石はまた別動画出るんですけども、今日はその矜持、下方修正される前にみんな使おうぜという今一度矜持復活ということなんですけども、これね、無課金階層なんですよ。強敵階層の、上後を倒したらもらえる、誰でもゲットできる無課金階層になってんねんけど、でこれが、下方修正弱くなるというわけで、まあ、これどういうことかっつったら、スキルの、コマンドスキルまたは必殺に反応する、術式 60% アップ費を2回最小5ターンというわけで、これが、ターン制がないんですよ。だから、体術系を使い続ける限りこの術式 60% アップ残り続けるんですよね。だからまあ、有名なところで言うと、五条先生、この五条先生は体術スキルを持ってますんで、この五条先生に矜持ぶち込んだら、この体術スキルを発動し続ける限り矜持の 60% アップ減ることなく言い続けますんで、五条先生7ターンで自爆するとはゆえ、矜持は、5ターンで1回発動できるんで、突入して開幕一発目矜持発動したら5ターン後になったらもう一回帰ってくるんで、合計60足す60の 120% アップがつくっていう、はい、バカみたいな能力なんですよね。これね、僕使用やと思ってて、無課金なんで、これで課金やったらちょっとそれどうなんだいっていうのはわかんねんけど、無課金なんで、まあ無課金者へのまあ術式忖度入ってるんじゃないかなと思ったら、全然そんなことなかったっていう。まあこれでさっき言っていた、体術スキル等々をぶん回したら永続的に発動することができるんで、まあさっき五条先生例に出したけども、乙骨とかね、どっか行かへんキャラクターの場合無限回転できんねん。だからこの矜持を1万回1億回発動することもまあ現実的にできるんですよ。時間とかの問題はあるんですけども、ただやろうと思ったらできるんですよね。だからなんか犬巻やったっけな、なんか犬巻か釘先でこの矜持を無限回転して必殺技で1億以上のダメージを出すみたいなんが一時流行ったんですよ。だからどんなキャラでも倒せるようになるっていう、そういうのが、発明されたんで修正されるという、おそらくまあ回数指定変わらず2回のターン制がつくんじゃないかなと思いますね。2ターン2回とかになるのではないかなと思うんですよ。だから矜持の無限回転ができなくなるんですよ。ということはつまり、今現在、階層におる、階層ちゃうわ、この、称号におるこちら規格外、1回のスキルで敵1体に1000万以上のダメージを与えてバトルをクリア、この称号をゲットすんのはるか先になると思うね、今回修正されたら矜持が。というかマジでこの規格外をゲットする手段って矜持以外に考えられないんですよ。他の階層やったら絶対に無理なんですよね、今の環境やったら。この矜持を五条先生に付与させてやるっていうのが一番手っ取り早いかな。
とりあえず、この規格外は矜持じゃないとゲットできないんですよ。ただしかしその矜持が修正されるんでマジであと1週間もないで、まあその、下方修正がいつ来るんかは分かりませんけども、この5月中に絶対に来るんで、もう早いことこの規格外を、取っといた方がいいんじゃないかなと思いますね、はい、っていう矜持を今のうちに堪能しようぜっていう感じやねんけど、あの規格外の取り方、まあ、1000枚以上ダメージなんですけども、僕どこでやったかな、10章の2枚やったっけな、この辺であのフレンドにあの貫突夜御所を借りて僕は確かクリアした気がありますね。これこんな感じのパーティーで確か行ったような気がする。夜貫突御所とかいう化け物鎮座して、で、階層矜持確定、うん、これ以外やったら無理。この矜持のところを規格外階層のにしてもまあほぼほぼ無理なんちゃうかなと思いますね。それぐらい矜持は今とんでもない存在なんで、ほんまにマジでほんまにこれさ、どうやってたかな、僕どうやってたか覚えてない。僕ここのあの倒し方はあんまり覚えてないんですけども、まあ伏せどきまして、伏せどき意味あんのかな、まあええか別に、まあとりあえず、五条先生はまああのいつのタイミングで来ても大丈夫なんで、そんでもって一人殺しといて、あとは順当にお発していきながらの、はいと、はい素晴らしい、五条先生、はい、ぶち込んでいきまして、まあ、こっからは、火力との勝負ですわな。早いこと、まず矜持、はい、ぶち込んで、これ重要なのが術式ダメージなんですよ。だから五条先生で術式ダメージを出してしまった場合、そのカウント減ってしまうんで、あの血迷ってもこの優先すべきはお前でなを優先しないようにね、はい、これあの一番最後にやることとして覚えておいてほしいなと思うんですけども、んーでもってこれまあアホみたいに、早いことを突破していきまして、はいと、まあ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 、あーこのターン中に行ったらよかったんですけどもね、まあしゃあないというわけで、ほんでもって放り込んでいきまして、これも放り込んどいて、これも放り込んどいて、はいと、ほんで矜持が次帰ってくるんですよ。五条先生が自爆する前に2回発動できるっていうね、これがもうすんごいんですけども、んーでもってここは、暗影艇ぶち込んどいて、追い風導き放り込んどいて、はいと、ちょっとあの今うろ覚えでやってるんで、これで勝てるかどうかは分かりませんけども、まあこんな感じでやったったら永遠精神で、はい、頑張ってったらええんじゃないかなと思うんですけども、そんでここは切り払い、真ん中に掘り込んで、追い風一応ダメ源積んどいて、これこうやっといて矜持で真ん中掘り込んどいて、はい、強者の余裕もぶち込んどいて、これで必殺技掘り込んだらまあ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 いいダメージが入るのと違うかなとは思うんですけども、これで真ん中掘り込んで、これでどんだけダメージ入るやろ、あの一人に1000万ダメージなんですよ。だから雑魚今いるけども、雑魚とこいつに500万ずつやったらあの階層ゲットできないんで、こいつ一体に1000万なんですよ。これでダメージどんだけや、あどうやった今ワン、なんか1060万ぐらい見えた気がするけども、ちょっとあの分からへんけども、まあ、こういう感じで、やったら、いけるんですよね。こんだけフルに揃えてもいけるかどうかっていうギリギリのところやね。だからそこをフレンドさんの貫突の五条先生の回想を火力の要となる階層を弱体化してしまった場合、もうそんなもん今でさえどっちか分からへんのにゲットできるかなかなか厳しいランやのに、そこ弱体化してもうたらもう絶対に無理なんで、マジで
今のうちにあの階層をゲットしてください。はい。はい。